のお父さんお母さんがいなくなったりしたら悲しいだろうなってずっと思ってたの。でもそうなっても特に何も感じない。悲しくもないし、見捨てられたって気もしないし、辛くもないの。あまり愛されてなかったと思うの？十分じゃないのよ。私としては一度でいいから愛情たっぷり受けてみたかったの。君にとって愛って何？例えば今私があなたに向かってイチゴのショートケーキが食べたいって言うとするでしょ。そしたらあなたは何もかも放り出して走ってそれを買いに行って、そしてハーハーしながら戻ってきてそれを私に差し出すの。そしたら私は、ふん、もうこんなものなんていらなくなっちゃったわよって言って、それを窓の外に放り投げるの。私が求めているのはそういうものなの。そんなの愛とは何の関係もないような気がするけどな。あるの。私は相手の人にこう言ってほしいのよ。分かったよ、みどり。僕が悪かった。僕はロバみたいにバカで無神経だった。お詫びに何か別のものを買いに行ってあげよう。何がいい？チョコレートムース？それともチーズケーキ？するとどうなるの？愛してあげるの。疲れた？そうじゃないの。久しぶりに体から力を抜いただけ。ぼーっとして。私、付き合ってる人がいるの。なんとなく分かってたよ。好きな人いる？いるよ。